どうも、工事のゲームです。今日のね、まかないはね、こちら。ババーン。ブリ。ブリの頭と車エビ。ブリのね、頭の部分のちょっと残ったところ、身に残ったところをね、まかないで食べたいと思います。ね、せっかくなんでね、最後までもったいないんで残らず食べたいと思います。エビはね、車エビ。車エビもね、ちょっと3匹だけいただいて、まかないで食べまーす。じゃあちょっと塩いこうか、塩。さあ、味付けはね、塩と醤油だけ。じゃあちょっと醤油いこうか、醤油。油はね、天然のブリがね、いい油あるんで。このね、ブリの油を代わりに、油代わりにね、醤油をね、ちょっと。うまそう。いい匂いがしてますよ、これ。いい匂い。このままね、ちょっと置きましょうか。照り焼きみたいな感じかな。エビとブリ。美味しそうでしょ。これだけでもね、飯いけるよ、飯。プリップリのエビ、美味しそう、これ。これね、ブリはね、頭のね、頭の部分のお肉なんで、すっごくね、歯応えと、そして弾力、そしてね、脂があって、本当に美味しいです。もういいかな。出来上がり。出来上がり。やばー。よし、皿持ってこい。やばー、出来た。はい、出来上がりはこんな感じ。ね、焦げ目もついて。醤油が辛くて美味しそうでしょ。じゃあ食べてみましょうか。ブリー、ブリ食べるよ。うん、うまっ、うまっ。うん、塩加減とね、醤油加減がね、ちょうどいい。グッ、ちょうどうまい。じゃあ次エビ。ちょっと熱いな、これ。エビ、プリプリエビ。じゃあエビ食べます。うん、あー、いい、うまい。もうね、プリプリしてね、弾力良くて、エビの旨味がね、ストレートにくる。味付けはね、塩と醤油だけなんで美味しい。はい、ということでね、またまかない料理紹介していくんで、また見てね。チャンネル登録よろしくね。今度はゲームかな、まかないかな、どっちだろう。じゃあね、バイバイ。